はい、こんにちは。今日は Mac で使ってるご自身のフォントをですね、 iPad で使う方法の紹介になります。まあ、iPad にどうやってフォントをインポートするかっていう解説動画になります。デザイナーさんとかには結構おすすめなので、ぜひ試してみてください。使うアプリなんですけど、エニーフォントっていうアプリを使います。今240円で、有料なんですけど、すごい安いと思うのでダウンロードした方がいいですね。で、エニーフォント何かっていうと、フォントのフォルダーみたいに思ってもらえればいいです。 iPad の中の、フォントの、格納場所みたいな感じで、捉えていただければいいかなと思います。で、今回はエニーフォントの中にフォントを入れていくやり方の紹介になるんですけど、一番早い方法は iTunes を使うとですね、一番早くインポートできます。で、今 Mac を立ち上げて iTunes の画面開いてるんですけど、iTunes の左側のタブにですね、ファイル共有っていうところがあるので、そこをクリックしてもらって、その中からエニーフォントを選択します。で、ご自身の持ってるフォント、Mac の中に入っているフォントをここにですね、ドラッグ&ドロップして流し込みます。で、これが完了したらもう同期ボタンを押すだけです。そしたらもう勝手にですね、エニーフォントの中にフォントが入っている状態になります。でですね、iPad の方に戻っていきます。エニーフォント立ち上げてもらったら、ずらーっと先ほどインポートしたものがもう入ってます。で、もしインポートされてなかったらですね、アプリを再起動させると、うまくいきます。で、ここからですね、フォントをインストールする作業が必要なんですけど、タップしてもらうと、何でもいいです、タップしてもらうとこのような画面が出てきます。で、この状態で、フォントですね、ここをタップしてもらうと、このようなポップアップ出てくるので、許可を押すと設定画面に行きます。で、ここでインストールを押すとですね、 iPad の、パスコードが求められるので打ってもらって、で、インストールですね、するともう完全に iPad の中にこのフォントが入っていきます。で、これちょっと悲しいのが、一個ずつやっていかないといけないんですね。それがちょっとめんどくさいです。もし複数一気にやるやり方をご存知の方いらっしゃいましたら、コメントをよろしくお願いします。で、インポートしたフォントはですね、デザインアプリとかで使えるので、ちょっとそれを見せていきます。まあ、テキスト何でもいいんで打ってもらって、フォントを変える項目が、まあ、どのアプリにもあると思うんですけど、そこからですね、先ほど入れたやつを探します。で、さっき入れたのはロボットって読むのかな、ロボットっていうコンデンス寄りの3セリフ書体を入れたので、これを選択してもらうと、まあ、このフォントに変更できます。で、その他どのアプリでインストールしたフォントを使えるかってところなんですけども、まあ、ほぼ使えます、デザインツールであれば。ただ使えないのもあって、まあ、LINE とか Instagram とか Facebook とかは指定のフォントしか使えないですよね。まあ当たり前ですよね。でもデザインツールであれば大体いけるかなと思います。Keynoteとかでも使えますね。で、今画像並べてるのは私が検証して大丈夫だったやつです。まあ私が使ってる画像加工のアプリなんですけど、まあ、上が割と簡単な使いやすいアプリで、下の下段がちょっとプロユースなアプリになります。まあ、この辺のアプリもゆくゆく紹介していくので、よかったら使ってみてください。で、最後もう一つだけ、ウェブサイトからですね、フォントをダウンロードした時にどうやって、エニーフォントに入れていくかっていうのを紹介して終わりたいと思います。まあ、だいたいダウンロードのリンクを押してもらったら ZIP ファイルになってると思うんで、それをですね、私はドキュメントっていうアプリで、ZIP ファイルを開いて、で、エニーフォントに保存していきます。ドキュメントにダウンロードしたフォントですね、これをタップしてもらうと、右下に、ボタンがあるので、そこから共有っていうボタンを押してください。
するとですね、共有の中にエニーフォントにコピーっていうボタンがあるので、それをクリックですね。そうするとですね、自動的にエニーフォントが開きます。でもう中に入ってますね。で、先ほどと同じようにそれをですね、タップしてもらって、インストールですね、設定画面からプロファイルをインストールで完了になります。はい、ということで今日は以上になります。デザイナーさんだったらいろいろフォントを使いたいと思うと思うんですけど、まあ、その時にいちいち Mac に移動するんじゃなくて、もう iPad で全部完結できるようにですね、このアプリは入れといた方がいいなと思うので、よかったらダウンロードしてみてください。はい、ではご清聴どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。